こんにちは、カネコでございます。ということで、今日なんですけども、フラッと朝一に行ってきましたら、ちょっとそそられるお魚がいました。すごくそそられる、興味のあるものを売っとるな。買います。買います。夏ボラ？夏のボラの割にはね、よう超えとるんだよね。ボラってやっぱ冬がうまいイメージなんですけど、でもこの夏のボラはどうなんだいっていう、今日はそういうテーマでやってみたいなと。うわ、大きいな。ありがとうございます。いただきます。よし、帰ろう。ただいまということで、本日の食材こちらですね、ボラ。っていうことでね、今日はなんかふらーっと撮影抜きで市場でも遊びに行こうと思って行ったんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱね、職業病ですわな。気になるものがあると皆さんと共有したいなと思っちゃうんですよね。これ YouTube の呪いですわな。美味しそうな食材ばっかりあったんですけど、今日はあえてちょっと癖あり食材を買ってみました。まずはこちら、ボラですね。夏のボラ、しかもかなり大きくてよく肥えてそうな個体ですね。でも肥えてるっていうかね、なんか入ってるんですよね、これ。プニプニなんですよ。多分餌だと思うんですよね。結構匂いがすると思います。まあそういうボラをあえて食べてみようと思って買ってきました。1500円。安いですよね。で、これも買ってきました。じゃん。亀の手ですね。堤防とかにいっぱいついてますよね。で、これ。これがね、小長西って書いてあっけな。これ別名、うんこっていうらしいです。よくわかんないですけど、僕もうんこっていうらしい。うんこだよって言われて。買いました。くせえ、びっくりした。上に匂い嗅いで、すごく臭かったからびっくりした。え、嘘だ。くせえ、大丈夫だろうかこれ。臭いっとるやん。確かに色もちょっとうんこっぽいし、これマジで無理な匂いかもしれない。俺多分次に匂い嗅いだらこれ吐きます。確実に吐く。腐ってる貝の匂いとかじゃなくて、シンプルにくっせ。ちょっとこれ置いときます。これはあの塩茹でで食べてみましょうか。うわー、ヘベーコン買ったな。しれっと過去最大級に臭い魚介かもしんない、あれ。でもああいう食材の方がそそられるんですわな。私はボラはサクッとさばいていきます。ほんで今日はですね、お刺身でいきたいと思います。最近ちょっと尺が長尺の動画ばっかだったんで、たまには10分15分ぐらいの見やすい動画でいきたいと思います。じゃあまずは鱗取っていきます。はい、鱗が取れましたらお腹割っていきましょうか。油はありそうな感じはしますね。目も白っぽいじゃないですか。ちょっと濁ってるというか、ボラって油乗ってくると目が白くなってくるって言いますもんね。いきます。お、油ある。あ、いい。意外と餌食い少ないぞ。油あるタイプの内臓ですね。で、これが卵巣ですかね。なんか未熟の卵巣かな。あ、そうですね、未熟卵ですね。あ、うまそう、うまそう。え、夏のボラなのにこんなに油あるんですね。これここについてるやつ、これ全部油ですよ。匂いはね、あ、全然臭くない。さっきの小長西の方が1000億兆万倍ぐらい臭い。今からあれが俺の口の中に入るんだって思うと、ちょっと気分落ちちゃう。まあ今はボラに集中しましょう。いや、このボラはね、処理もしっかりされてますわ。取ってすぐにこうやってね、首を折って血抜きもしてくれてありますんでね。はい、そしたら頭を落とします。よいしょ。でもここで3枚に下ろしちゃいますね。下に入れて上に入れると。さあ、身はどうだ。血抜きはほんと美しいぐらい完璧ですね。船の上でこんだけ綺麗に処理ができるってすごいですからね。あとは向こうで刺身状に切っていきましょう。ほんでこれですね、別名うんこ。ちょっとこれも綺麗に洗います。ちょっとこれ後で調べますね。表面がね、なんかヌルヌルしてたんですよね。表面の体液が臭かったんだろうなぁとは思うんですけど、ちょっとこれ匂い嗅いでみます。これでいきます。うわー、はくせー。ああ、くせえ。なにこの貝。なにこいつ、ほんと。なにこれ、何が食ったら腐ってんのかな、一個。
これが腐ってんのかな。ちょっと待って、ちょっと待って。うぅ、くさーい。あ、やばい、涙出てきた。違う、これ腐ってるからとかじゃない。こういう匂いだ。ちょっと、2つにしときます、茹でるの。よし、ではまずはボラのお刺身から作っていきましょう。そしたらまずは腹骨をすいていきます。で、ボラの腹骨はここまでしか入ってないんですよね。先端が浮き出てるんで、わかりますよね。こう入れて、で、すいていくと。で、ボラの腹骨ってめちゃくちゃ深く入ってるんですよ。結構食い込んでるんで、このぐらいざっくりといっちゃいます。このぐらい。そしたら皮を剥いでいくと。で、ボラの皮目って3段階色があって、1段階目がこの銀ギラの皮目の油の層で、その油の下の層が真っ赤で綺麗な血合いゾーンで、この血合いの下が真っ白なんですよ。で、見栄え的に皮目の油あんまり綺麗じゃないんですよね。それよりかはこの赤いところの方が綺麗なので、綺麗な皮目のお刺身が作りたい人はあえてちょっと浮かす、ちょっと浮かしてこのぐらいで引く。そうすると赤っぽいところが残るって言いたかったんですけど、ちょっとキワキワ攻めすぎました。ギンギン残っちゃいましたね。まあ、真っ赤な見た目が作りたい人は、まあ、ここら辺の、まあ、ちょっと浮かしてね、血合いをしっかり残す皮引きがいいと思いますよ。そしたら氷水にお塩、塩水処理をしていきます。これで臭みを抜いていく。でもこのボラはね、多分臭くないですよ。ちょっとだけ身が煮えちゃってて水っぽくなってるかなーって感じはしますね。今日取れたやつだと思うんですけど、夏場は暑いんでね、どうしても取れてから店頭で並んでる最中もずーっとこう均等な温度でキンキンに冷やしておくことって難しいんでね、ちょっとそうですね、身がくたっとしてる感じはしますね。鮮度はいいんですけどね。はい、そしたら刺身に切っていきます。で、ボラはここだけ血合い骨入ってます。このぐらいまでなんで、まあ、僕はねここ落としちゃいます。ここは切り身を落として割り切って使います。あとは不思議なんですけど血合い骨入ってないんですよ。なんでここで1本割っちゃいます。そうすると綺麗な柵ができます。そう、今日これを伝えたかったんですけど、ボラってお刺身切る練習とかにめちゃくちゃ向いてるんですよ。なぜかというと、まずブドマリがめちゃめちゃいい魚なんですよ。まあ、一匹に対して身がたくさん取れるってことです。ブドマリがいいってことはすごくね、身がたくさん取れます。で、形が長くてずんぐりしてるんで、こう柵にした時にお腹の方も背中の方も均等なんですよね。こういう魚はね、すごく刺身の練習に向いてます。今日鼻作りしてみましょうか。背中2本使って、鼻作りは赤い方から薄く切っていきます。切ったら盛り付ける。で、盛り付けの角度なんですけど、こう縦に置いたら縦でピシッと綺麗なひまわりみたいなお花の花作りができます。で、お刺身をちょっと寝かしながら この角度でさーっと引いていくと、ちょっと風に吹かれてるようなこう躍動感のある花作りになりますね。ちょっと斜めでやってみましょうか。こういう感じで置いていってみますね。じゃあ早送りでどうぞ。はい、こんな感じ。うん、ちょっとこっちから風がふわって吹いた感じの綺麗な花作りができましたね。はい、これでボラのお刺身の完成。さあ、そしたら何気なく買ったけど一番やばいやつ、まあ、亀の手は普通にまず茹でましょうか。でね、皆さん夏場ってお魚買うとき結構気をつけた方がいいです。本当に暑いんで、あまり鮮度が良くないものっていうのがどうしても出ちゃうんですよ。朝市とか特に。お魚屋さんが悪いとかじゃなくて、どうしてもね、そういう季節的にしゃあないんですよ。なんで匂い嗅いで、うっ、臭いなって思った魚介、あと元気のないしぼんでるなとか、変な汁が出るなとか、そういった魚介は、ちょっと避けた方がいいかもしれませんね。ちょっと、あかんこれ。こういうね、食材を扱うチャンネルでね、そういった言葉を連呼するのはあんま良くないんですけど、今日はすいません、そういう回です。申し訳ない。粉がにし一応調べます。こんな大丈夫かなっていう食材初めて。非常に美味って書いてありますね。日本海各地で細々と食べられている、あまり流通に乗らずローカルなものである。山陰などでは長煮種類を好む広島に出荷している。選び方は原則的に生きているもの、味わい、
貝殻は薄いが硬い、足の部分は小さく、内臓はえぐみがあって食べられない。貝を割り、しっかり内臓を取り除いてから料理する。基本的に生で食べる。嘘でしょ、生で食べるのこれ。ちょっと嫌だ、生で、生では食べません今日は。内臓の味、小長西の内臓は苦味と刺激があり食べられない。殻付きの内臓のまま煮ると筋肉にも苦味が移る。とんでもねえ貝だな。なるほどね、このまま茹でちゃうと苦味が全体的に移っちゃうんですって。そのぐらい内臓が苦いという貝でございます。もうそれ言われちゃうとね、ちょっと味わってみたいっていうのはありますよね。毒はないみたいなんで、巻貝は本当毒のあるやつもいますからね、あまり真似しない方がいいと思うんですけど、ちょっと食べてみたいな。じゃ割ったバージョンとそのままバージョン2種類作りましょう。割ります。あ、殻はねそんなめちゃめちゃ硬いわけじゃねえ。あー、こんな感じか。うん、全然腐ってはないですね。新しい新しい。で、身はこんな感じですね。真っ赤っか。真っ赤っかです。あれ？あ、なんかね、殻剥いたら、そんなに臭くないね。めちゃめちゃ独特な香りはするんですけど、うーって感じの匂いじゃなくなりました。殻が臭いんかな？うん、この匂いだったら、食べられそうなんですけど、お刺身では絶対食べたくない匂いですね。内臓を取り除くと。はい、こんな感じですね。はい、お鍋にお塩、沸騰させます。むき身から茹でていきます。殻の臭みとかがつくと嫌なんでね、まあ、このぐらいでいいかな。1分ぐらいでいいと思います。で、あとは殻ごと。よし、5分ほど湯がきました。まあ、OK でしょう。ちょっと盛り付けが殺風景ですけど、はい、これで塩茹での完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。まずはこちら夏ボラいきましょうか。鮮度はいいです。いただきます。ちょっと醤油をつけないでもう一回そのままでいいですか。臭みはないし旨味もあるんですけど、やっぱちょっと身質だよな。身質がちょっとね、水っぽい。そしてなんかザラザラしてる。血抜きもしっかりできてるんですけど、やっぱ温度管理なのかな。ちょっと一回締めた方が美味しいかなって感じですね。夏ボラにしてはめちゃくちゃうまいですね。あの漬けとかにしたらめっちゃ化けると思います。醤油とみりんとだしの漬け地にこの状態のものを2時間ぐらいつけて、熱々のご飯の上乗せてだしをぶわーっとかけてサラサラっとかき込みたい。刺身で食べるにはちょっと水っぽいかな。さあ、次はこちらですね。問題児さんですね。まずはね、この剥かれた方、これいきます。怖えなー、ちょっとあの匂いだもんな。もう一回先入観取ろう。これは僕は初めて食べます。初めて食べる。匂いも嗅いだことない。はい、お、来た。無入りました。入りました。いきます。食感はね、もっきゅもっきゅって感じ。あー、甘い。あ、おいしいな。ん、おいしいぞ。すごく後味も甘いですね。これ何これ。僕らの地域でいう赤西貝、あれによく似てますね。ちょっと独特な香りはありますね。あの匂いから想像できる味じゃなかった。全然臭くないですね。じゃあ次、内臓ありで食べてみましょうか。内臓も食べちゃいたいと思います。怖え。もうこのね、殻の表面にこう身をつけたくないんですよ。まあ、あの匂い嗅いちゃってるんで。これ内臓つきました。ではいただきます。臭くない。なんか軽き臭。うわっ、あっ、苦っ。これ何これ、ブーやばっ。これかっ、うわっ、すっ、うわっ、うわっ、やばい、これやばい、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 うわっ、うざっ。水、水もいる、水、やべえ、助け、なんとかこれ直したい。ずっと残るんだけど、これ何これ、助けて誰か。これ何これ、ちょっと調べよう。小長西、内臓の苦味取れないで調べよう。とんでもない刺激に襲われて3時間ぐらい治らなかったんですって。苦いなんてものじゃありませんでしたって。その通り、3時間ぐらいこの口なんですって。最悪、体がこの苦味をなんとかしようって頑張ってるんでしょうね。唾液がすごい。
すだちとか。ああうわありがてえ。こういう系の形状の巻き貝って僕もね今までずっと避けてきたんですよ。癖がすごいって俺昔聞いたことがあって、これはちょっとなビビったわ。ちょっと今日はここでエンディングさせてください。いやちょっとね、知らない巻き貝を食べない方がいいですね。初めてでしたね、魚介を食べてマジでヤバいと思ったの。まあ、でもね、内臓を取れば美味しい貝です。おつまみとして美味しい貝なんでよかったです。あ、亀の手食べてなかったですね。亀の手こんな感じですね。これを、うん、まあ、亀の手はうまい。ごめんなさいね、今日こういう感じの動画で。いやこれ一つまた勉強になりました。小長西二度と忘れませんね。というわけで行きましょう。あれでしょ。